はいどうも、ソイジマックスです。今からビールをまた飲みたいと思います。 Welcome back to ソイジマックスチャンネル。 I'm gonna drink a Japanese beer again. Yeah. Okay, today's beer. アサヒライムブラック。ライムブラック、ライムブラック、ブラックブラック、ライム、ライム、ライムなの。ライムで楽しむ超爽快ドライブラックと書いてます。氷を入れるとより美味しいだと。そうなの。でもいいや、氷は入れません。ライライライララライムブラック。あ、こぼれちゃった。いやん、ぬっとぅ。まあブラックですが、まあ、ライムブラックというのにちょっと惹かれましたね。まあ、ビアカクテル風ということなんでしょうかね。まあ、どことなくライムの香りがしてくるような気がするけど。よし、はい、入りました。サントリースーパードライライムブラック、いただきます。不思議な匂いが今僕の鼻を突き抜けていったよ。なるほど。ライム、ライムだね。ライムですよ。ライムですね。ライム。It's lime. This lime smells coming through my nose. なあ、ライム。ライムです。なんか、これはちょっと俺には合わない。確かにライムの味もするんですけどもね。なんかね、薬を飲んでるような味なんだよ。いやー、これ無理。ごめん、これはダメだ、俺。ビールの味もしないね。匂いが強すぎるのかな。あれ、ドライブラックってこんな味だっけっていうぐらい味がないですよ。味を感じない。I can't feel taste of this. Too strong to smell. Smell strong. I don't like it. まあ、飲んだ後に鼻に抜ける匂いっていうのが、まあ、ライムの匂いが来て、で、なんかこう、舌に残る味も、ちょっとこう、柑橘系の味が残るんですけども、どうもこれが少しね、ちょっとこう、薬っぽく感じてしまうんですね、僕はね。これ点数つけるのか。厳しいな。仕方ないですよね、でもね。そういう、レビューなもの、仕方ないよね。ね。誰に向かって言ってんだって話だよね。今、実はツイキャスをしておりまして、この撮影風景を全部ね、垂れ流ししてるんです。まあ、もし興味がある方は、こう、ツイキャス、ここで見れますので、ちょっと話が脱線ね、しましたけど、もう採点をします。はい、出ました。アサヒスーパードライライムブラック、テイスト0点。バランス15点、バリュー価格ですが、350ml 入りの缶で224円でした。そして私のこのマイプリファレンスは、残念、これ残念残念残念、0点。で、トータル32点。これはひょっとしたら、最低点数かもしれない。32点というのはね。おつまみ。これを買ってきました。シャリゾーです。シャリゾーごま味。開けてみて。あらららららら。こういう感じのお菓子でございます。ごま味、食べてみよう。まあ、ごまの香りがする味です。歯応えがいいね。こういうの。おつまみにはぴったり。ダメ、ごめん。ダメ、ごめん。この匂い、僕ダメ。ライムが合わないのかな？トゥーマッチなんじゃないかな？ちょっと味付けというか、この匂い付けというか、このライムが。なんか本来のこのドライブラックの味が活かせてないというか、その逆に潰し合ってるような気がするんですよね。まあ、バランスは悪くないと思うんですよね。その、飲みやすいので。ただいかんせん、この黒の味が全く感じない。もうちょっとこうビールの味を楽しみつつライムの香りがふっとくるとか、フルーティーなね、香りに乗ってやってくるとか、そうなってくれてたらいいなぁと思ってたんだけども、残念ながらそうではなかった。まあでもこれあくまで僕の意見ですので。大阪春夏秋冬の PV 撮影が終わりました。和歌山県の串本の湾岸フィールドさんで撮影した内容の、まあ、
メイキングがこういう感じで、仕上がっております。2泊3日で行ったんですけども、撮影をできてよかったなと思う内容でございます。これがまあメイキングこちらですね。そしてもう一つ、兵庫県の福崎というところで CQB ゴーストさんという、これもサバイバルゲームフィールドなんですけども、そちらで撮影したものと、あと岸和田の大阪グリーンキャニオンさん、そちらの方で撮影したメイキング、そちらのメイキングはこちらです。思えば去年の夏ぐらいからこのプロジェクトがスタートしましてですね、まあ1年にはなりませんが9ヶ月ぐらいですか。この9ヶ月で春夏秋冬の子たちはかなりね、成長してると僕は感じています。まあ彼女たちの一つのこの区切りとして CD をね出して、 PV を出してというのが間もなく完成しますんでね、ぜひ見て、コメントしてくれたりですね、感想を言ってくれたりとか、ぜひぜひよろしくお願いします。まあというわけで今日はねこれでまあ終わりたいと思いますが、もしよろしかったらチャンネル登録などをしていただけるとですね、嬉しいです。またソイジマックスのこのいろんな動画が見れますので、ぜひチャンネル登録してください。 Thank you for watching until the end、you already watched my other movies. If you like it, please subscribe my channel. じゃあまた皆さんお会いしましょう。 See you next time. See you next week. Bye bye. Bye bye です。バイバイ。